正四尺玉の花火、片海祭り2011年片海祭りの花火、打ち上げ用の円火灯のモニュメント。一番大きい高さ5.2メートルの発煙灯が正四、尺玉のためのもの。2006年3月撮影正四尺玉は、日本の打ち上げ花火の玉の一種で、直径がおよそ四尺のものを言う。ここでは四尺玉に関する記事。 花火のギネス世界記録についても記述している。新潟県小千谷市片海町で開催される、片海祭りの4尺玉は、打ち上げ高度約800メートル、開花直径約800メートル、この4尺玉の直径約120センチメートル、重量約420キログラム、打ち上げ用の円化刀は高さ5.2メートル、厚さ1.8センチメートルの鋼鉄製である。 1985年9月10日、日本の戦い祭りにおいて、永遠会が奉納し、戦い演歌工業の花火師、本田義晴が打ち上げに成功し、後日、世界最大の打ち上げ花火として、ギネスワールドレコーズに登録された。以来、聖四尺玉の打ち上げは、戦い祭りの定番となっており、2日間で、商店銀流黄金スダレコアりウ模様。 商店銀流黄金千林に段崎の2種類の4、尺玉花火が打ち上げられる。1988年北海道東野湖にて、アルプス塩化工業が水中花火の4尺六寸玉の開発に成功する。開発成功させた4尺六寸玉が翌年に世界最大の花火としてギネスワールドレコーズに登録された。2013年10月12日、 埼玉県高野巣市において開催された第12回高野巣花火大会においてアルプス塩化工業が4尺玉の打ち上げに成功した。2014年10月11日第13回高野巣花火大会においてアルプス塩化工業が4尺玉の打ち上げに再び成功し花火玉の重量 464.826kg 世界で最も重い打ち上げ花火として ギネスワールドレコーズに登録された。これまで4尺玉に関するギネスワールドレコーズについては、世界最大の打ち上げ花火、世界最大の花火、世界で最も重い打ち上げ花火の3つが認定されている。2017年12月31日、アメリカ合衆国のファイヤーワークスワイグラッチが世界最大の花火のギネス世界記録に挑戦。 その記録は花火玉の直径約142センチメートル、重量997キログラム。打ち上げは成功しこれまで日本が持っていたギネス世界記録が大幅に更新された。正4尺玉、4尺玉の打ち上げとそれに関連する事象。ありがとうございます。